ご飯食べるのでピンつけます。ピン、前髪がね。お、池袋、え、嬉しい。そうなんですよ、ショーケース出演させていただきます。嬉しい。ショーケースなんと出演決まりました。とても嬉しいです。頑張ります。6枚目から10枚目だよね、多分。チェキも、そう、チェキ、あの、申し込み、あの、始まったので、ぜひ、世界に1枚だけのチェキ、ゲットしてくださると嬉しいです。あの、3種類とも、あの、違う、あの、違う服とかにするので、ぜひ、あの、ぜひぜひ申し込んでくださると嬉しいです。たくさんのとこに連れてって、私をチキを持ってたくさんいろんなところに連れてってください。チキのお洋服ね、どうしよう、楽しみ。お、当選しました。ゆうちさん、いないとてさん、ありがとうございます。申し込む通り中だよ。そうだよ、申し込むと嬉しい。今日のご飯はお弁当、またまたお弁当です。じゃん、お弁当。お、え、嬉しい。ユニバーサリーさん、大森さん、ありがとう、嬉しい。でも今日はちょっとお弁当からなんか嫌な匂いがする。なんか濡れてね、これ濡れてる、ね、なんだろう、なんか濡れてる。味噌汁じゃないよね、でも洗剤の。今日ホテルで洗濯したんですけど、昨日ホテルでなんかコインランドリーみたいなついてて、そうなのでチキ、お、嬉しい。ダースーさん、ラブ、いろんなとこ連れてってね。そう、昨日初めて一人で大洗濯したんですけど、なんか本当に順序わかんなくて、その時なんかスマホも部屋に置いてて、どうしようって。でもまた部屋に持って行ってスマホで調べるのもめんどくさいなーって思ってたら、でもポチ、もう適当に、なんか適当に押したんですよ適当に、順次もわからなくて、なんかとりあえず粉入れて、粉、まあとりあえず最初に洗濯機の中に入れて、もうなんか粉があったから粉入れて、なんか適当にポチポチ押していややってたんよ。とりあえず粉入れたらなんとかなるかなと思って。そう、でもいい感じだと思われる。ちょっと今日はお弁当食べる前にサラダを買ったので、サラダ食べてから血糖値上がっちゃうので、キャベツから食べたいと思います。キャベツ、あのお米とかお弁当から食べると血糖値がめっちゃ上がって、あの全部脂肪になっちゃうから、脂肪になっちゃうというか、なんか太る原因になっちゃうから、とりあえずあのキャベツから食べるんだ。お、すごい、森内お腹空いちゃった。森内って一人暮らしじゃないよ。うち一人暮らしじゃないよ、期間限定一人暮らし期間限定だよ。サラダいただきます。うん、おいしい。
生涯本当ナチュラルメイクっていうんですかね。旅猫さんアリンクマン、なんかすごいナチュラル系にでキラキラ持ってない。え、そう、皆さんにちょっとねいやちょやらかしちゃったことがあって、なんと清掃入るじゃないですか、次の日も泊まるってなった時にホテルとかで、私なんか清掃入るの知らなくて、そのままなんか部屋にもう下着とか乾かしてたんですよ昨日。下着とか全部いろいろも見られてはいけないようなものをいろんなとこに乾かしてて、やばいと思って、そういろんなとこにも乾かしてたの。したら部屋が綺麗になってて、あ、やばい清掃が入ったとはってなって、やばいとねめちゃくちゃ 焦りました。でも女性だったことを祈ります。え、そう、いろいろ畳、なんか靴下もなんかいろんなとこに干してあったんですけど、なんか固めておいてあって、靴下も普通にばらけて干してたんですけど、なんか固めておいてあって、と思ってやばいリアチュやっちゃったと思って、乾燥機あったんですけど、もう時間が1時とかで夜ので、もう待てないと思って寝たいと思って部屋に乾かしました。うん、下北タイフェムね、楽しみ。この洗濯網とかなんか、ね、ここら辺にかけてたのになんか畳んでおいてあって、私物までちゃんとしてくれるんだと思ってびっくりやちゅうです。うー、やらかしちゃったよ。うーん、ね、女の人でありますように。一人暮らし快適です。制限なくしてほしい。寂しい、え、一人、え、楽しい、一人楽しいです。一人楽しいよ。レツ一人暮らししたかったから、嬉しい。1週間2週間ぐらい一人でいそうです。うん、寂しくないよ。今日のショックはそれです。清掃員さんに私の全部が見られちゃった。同じ部屋でもいいですね。全然、昨日は半身浴して2時間、あのあと2時間半ぐらい入ってました。うん、でも半身浴してたらなんか出るのがめんどくさくなっちゃって、
ずっと出れなかった。でも寒くなっちゃって湯が。いやちょめちゃくちゃお茶とか溜めちゃうんだよ。溜めちゃう癖がある。いつもだいたいこんぐらい残ってる。このお茶ももう満タンぐらい残ってる。でも開けちゃう次の。それでいつも怒られちゃう。家に5本ぐらいあるかも。このこんくらいのやつ。多分冷蔵庫に5本ぐらい置いてる。今日もインスタのストーリーあげます。ぜひ見てください。配信終わったらストーリーあげようかな。ドレッシングはこれだよ。いつも青じそで飽きちゃってこれにしてみました。ごまと香味野菜、とても美味しい。これローソンに売ってます。ぜひ買ってみてね。ごまと香味野菜、青じその次に脂質が少なかったよ。でもちょっと残っちゃった。かけすぎると明日むくんじゃうかもと思って。青じそ好きってわけじゃないんですけど、なんかヘルシーだから青じそにしてたんだよね。毎日だけど飽きちゃった。血糖値上昇を防ぎました。血糖値味噌汁が冷めてる。え、冷たい。でも美味しい。多分これは全部食べれないかな。でもごま塩振ってるの嬉しい。じゃーん。なんか豆美味しそう。豆きゅうり売れトマト、なんかサラダパスタ、エビ、なんだこれ、唐揚げ、エビフライ、なんだろう、入ってます。いろいろ。でも結構野菜でお腹が膨れた。うん、豆美味しい。豆だよ豆。これさ、この豆正月とかに出てくるイメージ。うん、豆たん。甘くて、おじいちゃんがいつもこの豆ヒーターの上で炊いてた。
金時豆、そう、おじいちゃんがいつも炊いてたよ、ヒーターの上で。インスタ、え、嬉しい、インスタ、あ、テロップに書いちゃおう、宣伝させてください。インスタグラムぜひフォローよろしくお願いします。クリームセントリスさん、ありがとう。コパンだるまもありがとう。豆が美味しい。初日にフォロー嬉しいよ。うん、うん、次はキュウリ食べます。キュウリ、うん、レッドマット、ウレキュウリ、ぜひ皆さんオンラインチキサイン会受付始まりました。ぜひ受付始まったの、ぜひあのリュウチュウのチキゲットしてくださるとウレトマトです。あの2種類でも1種類でも3種類でもぜひゲットしてくれると嬉しいです。2種類頼んだ方も3種類頼んだ方も、あ、全部別々のお洋服3種類あるので、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。お、9時受付開始。ぜひあの私のゲットをしていろんなとこに連れてってくれると嬉しいな、嬉しいな。1枚でも、え、1枚でも2枚でも3枚でもお待ちしてます。1枚でもコスプレちょっと考えとくね。コスプレしちゃおうかな。ぜひリア中のゲットしていろんなとこに連れてってほしい。メイド、メイドいいね。確かに前回は天使だったから天使以外にしようかな。4万人、いや今乃木坂さんがやってる、遠藤さくらさんがやってるよね。0枚、あ、0枚、あ、ゲットしてほしいな、うん、ゲットしてください、うん。ぜひチキゲットしてください。エッさん、クマありがとう。何か食べてる、そう、お弁当食べてるよ。ペヤング、こんばんは。おいしい、美味しい。ごま塩が振ってるおにぎり大好き、うん、髪色好き、本当？ごま塩赤、え、そう、美味しい。リュウチュウセブンイレブンさんの赤飯が大好きです。もちもちしてて美味しい、塩気もあって美味しいんだよ。うん、たくあんがいいアクセントだ。
やみ。次、あ、なるほど、確かに BS 取れちゃうよね。ちょっとなんか考えなきゃ。ファミマ、ファミマの、私は今日ファミマの商品買ってないんですけど、私の好きな商品はズバリジュ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 ン、肉まんです。肉まん、厚厚的やつ。セブンイレブンさんの黒、なんか黒の普通の肉まんのやつの上のなんか、なんだっけ金の、金じゃない、黒なんか肉まんみたいな、好きです。うん、ホラーウェブも好きだよ。おいしい。ローカルスーパー、ありがとう。近くにあるかな。6から、そういえばですね、何話そうとしたか忘れちゃった。ショーケースだ、ショーケース6枚目から10枚目12月15日に出演します。わーい。今日マイキューさんと一緒に出れる、出れる、出れますねってワクワクしてた。マイキューさん今日一緒にショーケース一緒に出れるね、やったね、とても嬉しい。今日のストーリーは楽しみにしていてください。マイキューさんと今日やっぱなんでもないです。やっぱなんでもないです。ちょっと忘れちゃった言うの。ちょっと秘密にしておきすいません、ちょっと秘密にしておきます、すいません。
ちょっとね NG 内緒。今日マイキューさんとたくさんお話できました。とても売れ時でした。たの売れ時、たの売れ時は楽しかった、嬉しかった、ドキドキたの売れ時、たの売れ時でした。たの売れ時、体を見たのって一緒にお風呂入っただけですよ。うん、たの売れ時みんなも使ってね。うん、おし ご飯食べてる時が一番幸せだよね。ね、みんな。ゆうちご飯食べるの大好き。ほくろ、そんなに見てないよ。そんな、だから、そんな、みんなの考えてる、やましいことじゃないから。本当に一緒に声入っただけだよ。ドキドキ。リエツ、本当本当？やましい、そうだよ、みんなやましいこと考えすぎ、本当に困っちゃう、困っちゃう。やましいだけやだ。お腹いっぱいになっちゃった。ご飯が残っちゃった、残っちゃったでも結構食べましたよ。水化物、すいません、炭水化物は朝食べようかな、朝お米食べようかな、朝お米食べて言い訳今日のデザートはやっぱり食後はデザート食べたくなっちゃうので
今日のデザートはじゃーん、パイナップル。ていちゅうは冷凍フルーツが大好き。これを食事し、これを食べていきます。いただきます。チャックついてるからこれ嬉しい。うん、冷たい。これ実はチャックなんですよ。チャックついてるから 何度も開け閉めができるから最高だよ。パイナップル。うん、今日のデザート、今日の完食は お芋食べた。でもちょっと残ってる。うん、なになになにこれ、なんか でかいパイナップルだ。全部続くの。そうだよ、リエチューね。そうだよ、全部リエチューさ、結構残す癖あってダメだよね。これもだし、これもだし、これも昨日買ったんですけど、昨日夜食べてちょっとで残して。残りは明日の朝にし、あと1個食べてもらえる。意外と量が入る。よし、ごちそうさまでした。美味しい。うん、美味しかった。眠っちゃいそう。
嬉しい、顔整ってる、本当。うん、フォロワー数4000人達成、ありがとう、フォローしてくれてありがとう。一人暮らし満喫中、1ヶ月ぐらい一人暮らししてみたいな。一人暮らしも悪くないかも。だんだん部屋が、え、ね、ホテルはさ、清掃の方が来るからいいんだけど、ね、自分も散らかっちゃいそう、一人暮らししたら。で、私だって今日外出るとき、めちゃくちゃ散らかして出ちゃったもん。なんかもう、机がいろんなもので溢れてた。服とか。ペットボトルとかいっぱい。でも今はちょっと綺麗にします。メイクポーチも、綺麗、そう、ちょっと綺麗。水はこれも捨てちゃおうかな。今からリエチ綺麗にするんだから、ちゃんとね、これ綺麗にして、これもちゃんと綺麗にして。なんかテレビが曲がってる。清掃の方だな、これは。これはお箸はいらないから、充電器。そう、お掃除タイムしなきゃ。そう、スーツケースの中に服入れたりしなきゃ。やっほいん、ちょっとお水近いかな。あ、やばい、映ってない、映っちゃいけないものあるから大丈夫かな。よいしょ、ティッシュはここに。たまたま、ありがとう、クマ。初めて見る、初めて見る。これメイクポーチ、メイクポーチ。あ、なんか映っていけないものあるからレシートが入ってた。レシートはお財布の中にちゃんと入れましょう。お財布の中にちゃんと入れてください。もう本当に困っちゃう。あ、でチップロックが、中身見えてるよ、これ。メイクポーチ、スケスケメイクポーチ。レシート忘れないよ。
てるしげさん、くまたんありがとう。おいもたんありがとう。ギンギンさん、ありがくまん、ありがくまん。うめさん、ありがくまん。あ、ここに、こっちに入れようか。あ、のぶちゃん、ありがくまたん、くまたんありがとう。メイクポーチ、これは1ヶ月前に買いました。私はこういうね、ガーリガーリハートとかついてて可愛いなと思って買ったんだ。今日も嬉しいノブション、みっちゃん。新しいカバン、一目惚れして買ったカバン。暇だからカバン紹介これは一目惚れして買ったカバン。でもあまり入らないから。お、お久しぶり。おキャントさん、久しぶりじゃないの。久しぶりじゃないの。財布紹介してた。財布、リュウチの財布は仕方ない、紹介したけど、そんなブランドじゃないんだよ。でもサマンサタバサ、サマンサタバサの財布、多分パルコの前に、あの、なんだろう、なんかパルコの近くになんか古着屋さん、セカンドストリートみたいな古着屋さんの隣になんかサマンサタバサ、 H&M の前にサマンサタバサっていうカバンとか財布とか売ってるとこで買いました。めちゃくちゃガーリー、かわいいのがたくさんあって迷った。お疲れ様、タムタム。え、タムタム、売れタムタム。チキサイン会、そう、チキサイン会あります。ぜひゲットしてください。ガーリーなの本当嬉しい。ユーチュー似合わないかもしれないけど、ガーリーのやつが好きだから使ってる。ユーチューは似合わないと思うんだけど、ガーリーが好きだから使ってる。サポーターさん、ありがとう。クマ、そろそろダンジャモンかな。みんな今日も見てくれてありがとう。なんか4000人達成しましたってなって4人も減ったんですけど、泣く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 、ありがとう見てくれて。13位ナイテッドさん、ありがとうございます。12位トムトム、ありがとうございます。11位クリームセントリスさん、ありがとうございます。10位ヤシタン、ありがとうございます。9位はモックン、モックン、ありがとうございます。8位タムタム、ありがとうございます。7位トンナさん、ありがとうございます。6位コベニッキーさん、ありがとうございます。5位はアナビータン、ありがとうございます。4位はセトイさん、ありがとうございます。3位ハチさん、ハチさん、ありがとうございます。2位エミツさん、ありがとうございます。そして1位はででじゃん、アチュさん、アチュさん、ありがとう、ありがとうペコリン。9時からぜひお待ちしてるよ、みんな。3種類買ってくださった皆さんには3種類のお洋服ととっておきにデコ
デコデコしたいと思います。デコデコ、ぜひいろんなとこに連れてってくださいね。バイバイ。見てくれてありがとうペコリン、ありがとうペコリン。おやすみ、おやすみねちゅう。だの、あ、のぶちゃん待ってる、待ってるよ。ぜひ買ってみます。嬉しい。レトロのかもめさん楽しみ、みんなにカキカキするの楽しみにしてるね。ありがとう、バイバーイ。見てくれてありがとう。